団体戦の準決勝ですので勝ち残っている皆様準備をお願いいたします。団体戦の準決勝、最初のレースはゼッケンナンバー13番横浜ベイホテル東京さん、そしてゼッケンナンバー7番横浜ベイシュラトンホテル&タワーズの A チームの皆さん、そして最後はですねロイヤルパークホテルの皆さん、この3チームでの準決勝となります。準備の方をお願いいたします。もうここまで来るとですね本当に自分自身のスピードもそうですけれども、はい、運悪く戻らないってことになりかねませんので、はい、頑張って落とさないように。はい、ちなみに、ね、準決勝の1位と2位とやっぱり、はい、1位と、6位ですか、やっぱり半ぐらいだと、ね、はい、1分の差が、さあここごとにはですね個人の決勝進出者5名が届きました。個人決勝進出者発表していきたいと思います。個人の決勝進出者、まずはゼッケンナンバー19番佐藤拓也さん、ロイヤルパークホテルですね。そして第2位はゼッケンナンバー8番レ・バンハオさん、コロワイド MD さんですよ、はい、そして第3位はゼッケンナンバー30番ケイコツマサアキさん、ローズホテル横浜、はい、3位に入ってますよ、ね、やっぱ今日で頑張ってほしいですよね。そうですね、最低の最中力を果たせるかどうかということで、はい、さあ残りあと2人、4位はゼッケンナンバー26番里村雅人さん、ローズホテル同じく、はい、同じくね、はい、2人出てますから、はい、そうですね。そして最後はですねゼッケンナンバー1番古川修一さん、横浜グランドインターコンチネンタルホテルです。はい、以上の5名がね個人戦の決勝に残られた方で、はい、ちょっとこれはもう初の人がもう3人もいますから、はい、すごいですね、はい、それではさあそれではここで団体戦の、2回戦に入る前にスターターのご紹介をさせていただきます。団体戦2回戦のスターターは横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ、石原総支配人代理さんです。よろしくお願いいたしますね、はい、では準備の方よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。団体戦です。応援の方もお願いしますね。いいでしょう、はい、それではここで焦げたらまずいですからね。そうなんです。もうここは早いですね。ボトルを落とす人もパッと見いないですし、粛々と今折り返しております。粛々と折り返しております。さほどの差がないまま3チーム、折り返し、第2走者へのバトンが渡るかと思います。おトレーは下に必ず置くようにね、お願いしますね。ケーブルの上に置くようにお願いします。さあ、まあこのくらいの差はね、ピットのブルーで入ってますからね、はい、おお、落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて、はい、さあ、チーム A が、チーム A がまず戻ってきました、はい、そして、ホテルコンビュー王者のそうこっちに行くぞ。そう、ぶつからない。気をつけてください。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。早いです。こちらも両方とも早い。そして、ロイヤルパークも女性が行きます。ロイヤルパークも女性が行きますよ。ビューさんですかね。さあ、ビューさん。はい。さあ、順番もですね、いろいろこう、第3勝者、第4、第5と、
どんな順番を考えて練習してきたのか、気になるのはですね、選手の後ろに偉い方がなんか集まってきましたよ、ねちょっとね、応援と気合でしょうかね、応援と気合が入る感じでしょうかね、なんかそのいいですね、意外とね、本当にこれ結構気合が入るものです、投手の方が気合が入ってるそうですよね、そういうものでございます。さあやばいやばいって言ってます、はい、チーム A がチームおっとここで焦らず、はい、焦らずボタンだけはね、大丈夫、そうです、そうです、はい、さあここで順番が入れ替わりまして、横浜ベイホテル東急がゆっくりでいい、ゆっくりでいい、ゆっくりでいいです、はい、7番ね、はい、さあ、はい、初出場ですから彼女は頑張ってる、頑張って、ね、はい、早い、よしよし、大丈夫、最後まで、はい、最後まで、よし、さあまだ分かりません、まね、タイムレースですからね、ああ早いですよ、ほら早い、現在団体戦準決勝、はい、2回戦ですね、3チームがしのぎを削っているという感じでしょうかね、はい、どのチームも速い、だいぶ追い上げたんでしょうね、はい、ロイヤルパークホテルですね、はい、だいぶここで距離が進みました、いやもうほぼ普通に走っている状態というね、はい、13番、余裕で、最後ここがね、はい、このゴールのラインをですね、越えた時にボッとしてしまうというのがあります、すごい、ノリパも速い、あとちょっと、落ち着いて、A チームはですね、この並んでるメンバーとの戦いもありますけども、B チームには負けてられないという思いもあるでしょう、さあロイヤルパークホテルね、ちょっと頑張っていただいて、はい、だいぶここでまたあるじゃないですか、そうなんです、ね、個人能力が高いですから ね、ここでどんな、本当に3チームともやっぱ早いですね、はい、安定感がありますよね、現在は横浜ベイホテル東急王者の速さを見せつけている、はい、感じでしょうかね、さあどうなることか、速いです、はい、チームワークから最後気をつけて、ここでアンカーにもうバトンが渡るんですね、はい、さあアンカーにそれぞれ順番が早い、アンカーにバトンが、なんかガムテープかなんかでくっついてるんでしょうかという、焦らず行きましょう、 A チーム、どんどんどん A チームが今行きます、ここも速い、ロイパも速い、アンカーはアンカーがだけ速いです、会場で観戦中の皆様、前に行ってのめりすぎずお願いします、はい、白線の外側にお願いいたします、ね、観客の人もちょっと盛り上がってたんで、そうよね、わかる、前に出てきちゃってますけど、はい、ちょっとね、一歩後ろに、ね、下がっていただきたいと思います、はい、さあ今、はい、アンカーがこれはもう相手のゆっくりでしょうかね、ここはね、ちょっと残したでしょうね、残してますかね、体力などゆっくりと、はい、ゆっくりと落ち着いて、まずは横浜ベイホテル東急ゴールです、さあラスト落ち着いてという声もかかってますよ、横浜ベイホテル東急ゴールの A チームが今ゴールしました、だいぶね詰めましたね、ロイパーも